Number four, Masaru Ogawa. 日本期待の小川勝が出てきました。今年の世界選手権では待望の10位に入っています。日大2年22歳の小川勝、ポップコーンという曲です。クロスフットスピンですね、はい、なかなか回転が速くていいと思います。これからどうジャンプを混ぜていくか。トリプルルッツ、ダブルトーループ。コンビネーションはどうでした？高いダブルアクセルですね、はい、高い飛び上がりから足換えのヒットスピン。このステップの歯切れの良さは彼の持ち味ですね。場内から手拍子も湧き上がっています。曲によく乗っているサーキュラーステップシークエンス。ダブルループ3つのジャンプも無難にこなしました。速いスピン、小川快調な演技を終わりました。お客さんの歓声が一段と高くなりましたが、それほどの演技だったですね。そうですね、良かったですね、はい、ちょっと彼自身にしては硬い気がしましたけれども。ああ、そうですか。でもよく滑ってたと思います。はい、これは最初のクロスフットスピンですね。出だしですね。これ両足をついて回るの非常に実を言うと難しいんですね。片足で回る方が楽なんです。ああ、なんか両足つくといろんなとこ行っちゃいそうですね。左右のバランスの取り方は難しいんですけれども、ああ彼は非常にそれを得意としまして回転も速いですね、はい。いかがですか、踊り終わった感想として今日の出来は。完璧じゃなかったですけども、まあまあじゃないですか。完璧じゃなかったというとどういうところがまずかったですか。ちょっとルッツで前傾姿勢に行っちゃったんで、それはちょっとまずかったんじゃないかなと思います。明日また頑張ってください。エレメンツは 5.0 から 5.5 まで、一番低い得点をつけたのはフランスのジャッジです。プレゼンテーション 5.4 プレゼンテーションは 5.1 から 5.5 まで、 5.3 プレゼンテーション 5.4 Number 6 Angelo D'Agostino USA。 アメリカのアンジェロ・タゴスティーノ。アメリカ国内で第4位、NHK 杯初参加です。ダブルループジャンプ、まず最初の要素ダブルループをこなしました。トリプルループです。ここからダブルトーループ、きれいに決めました。コンビネーションジャンプは見事でした。ずれていきましたね。そうですね、右にずれました。クロスフットスピン、
ダブルアクセルでした。スピンコンビネーション、ステップですね、はい、ダンスの要素も十分に取り入れて楽しい動きです。サーキュラーステップシーケンスを終わってフライングシットスピン、ちょっと空中姿勢が乱れましたね。そうですか。アメリカのアンジェロ・ダゴスティーノ、23歳ですが若さあふれる演技でした。まあ、衣装も変わってましたけど、なんかエキシビションを見てるような感じのプログラムでしたねスローが出ました。これはあのコンビネーションジャンプですね。3回回ってからこの2回転、はい、1回2回綺麗に決めてますね。トリプルルッツから非常に安定してます、はい、ダブルトーループへのジャンプのコンビネーションでした。 You seem to have a lot of Japanese fans here. I guess so. I didn't realize I had so many. How do you feel you did today? It felt good. I'm glad that I got all what was needed done. So I'm glad. Are you more or less happy with the job you've done? Yes, I think for the short program I got the job done. あのショートプログラムでは今日は結構良かったんじゃないかって彼は言ってます。あのだいたい調子良かったみたいですし、あのあと日本のファンがこんなにたくさんいるんですごく嬉しいと言ってました。永井さん、 5.0 から 5.6 までいい得点が出ましたね。エレメントはそうですね、これもなかなかの高得点です。 5.6 を最高に、下は 5.2 まで。アメリカのアンジェロ・ダゴスティーノ、なかなかいい演技でした。出てまいりましたのは優勝候補筆頭と言われるソ連のアレクサンドル・ファデーフ。サラエボオリンピックこそ7位でしたが、翌年1985年の世界選手権優勝、今年は世界選手権3位に終わっていますが、世界第1級の実力の持ち主アレクサンドル・ファデーフ。この衣装でもお分かりのようにウクライナのダンスです。どんなジャンプを見せてくれますかね。出だしからすごいスピードですね、はい、3回転半のコンビネーションの予定だったんですけれども、惜しまれます。2回転半が1回転半になってしまいました。やはり最初の失敗が響いてますかね。そうですね。速いスピンです。面白いステップを見せてくれます。ダブルループジャンプです。それにしても全身使って本当によく踊りますね、はい。
の上で弾むようです。さすがに歯切れがいいですね。はい、激しい動きで観客を魅了しましたアレクサンドル・ファデーフ。しかしコンビネーションジャンプを失敗してちょっと惜しまれます。すごい音がして何かプレゼントが投げ込まれていますが、あの最初の失敗がなければね。そうですね、この試合の開始の前のね、6分間のウォームアップの時には降りてていましたから、はい、そうですね、まあ、それだけにちょっと応えるものがあったんじゃないでしょうか。トリプルアクセルというわけですか、最初飛ぼうとしたのは。そうですね、3回転半のジャンプの予定だったジャンプですね、はい、ここです。これですね、前向きに飛び上がって1、2、3回で半分で降りていきますが、空中でだんだん回転する体の軸が倒れていってしまったわけですね。It was too bad you missed the first jump, wasn't it? Repeat, I didn't understand. Sorry? Repeat, please. Oh, no, it was too bad that you missed the first jump when you were going to spin 3.5 times. When you fail? Yeah.Did you lose the balance? Yes. I lost two jump. Mm-hmm. I lost combination. Yeah. Double axel. Mm-hmm. It's too bad. How do you think you've done today for the rest of it? Okay, more or less, yes. No? What about from the coach's point of view? How do you think he's done, except for missing the jump? Excuse me, hey, coach, best of me, I know, because I think Alexander just a little training and no problem for jump, because these people jump very, very good. 彼は普段ですといつもジャンプは相当素晴らしいジャンプをするんだけれども、今日だけちょっと本当に残念だ、彼もちょっと言葉少なで、もうとにかく残念だったとしか言っていません。はい、場内からわーっという歓声というかため息が漏れましたが、ご覧の得点です。彼はこういう得点を取ったことはないんじゃないですか、今まで。多分ないと思います、ね、まあ、それにしてもジャンプを2つも落としてしまったっていうのはさすがに痛いですね、はい、この後のダブルアクセルも1回転半でしたからね。しかしプレゼンテーションはさすが、さすが世界の第一人者の、ね、風格ありましたね。演技力は大変なものです。ソ連のアレクサンドル・ファデーフでした。8番スコット・ウィリアムズさん、アメリカ。アメリカのスコット・ウィリアムズ、 USA。 アメリカのダゴスティーノがいい得点を挙げていますが、2番手スコット・ウィリアムズ、セントルイス・ブルース、20歳の学生です。トリプルルッツ、ダブルトーループですね。初めにコンビネーションジャンプを持ってきました、成功です。宇宙足換えのフライングスピスピン、ダブルアクセル、おっと危ない。これからクロスフックスピン、動いてませんね。動いてません。
ルループですね。キャメルスピンからピットスピンになってアップライト、スピンのコンビネーションもこなしています。面白いステップですね、はい、素晴らしいエッジさばきです。おー、よく回ります。これは見せました、アメリカのスコット・ウィリアムズ。この結果、男子シングルスショートプログラムは1位アメリカのダゴスティーノ、2位アメリカのウィリアムズとアメリカ勢が1位2位を占めて、日本の小川勝が3位、カノーは4位、コンビネーションジャンプで転倒したソビエトのパデー。1番シャン・シュービンさん、中国。Number one, Chan Shu-bin. 赤いコスチュームをつけた中国の張樹氷選手、張樹浜選手、ショートプログラムでは健闘して6位に入りました。曲はザ・スピリット。五十嵐さん、男子も女子も中国の健闘が目立ちますね。そうですね、上手くなりましたね。あ、いきなりトリプル、すごいですね。この辺があの中国のこれからの底力といいますか、怖いところですね、はい、180センチと大柄です。トリプルトリプルのコンビネーションですね、はい、早くも3回転ジャンプを3回やっています。さあ、これも3回転ダブルトーループ、3回転と2回転のジャンプコンビネーション。ドロップです。サルコです。ちょっと気持ちスピードがないような感じですね。あ、そうですか、はい、こうしたのスピンの時のポジションなんかがもう少し綺麗になるといいですね。そうですか。
そう変わって終盤の盛り上がり。今五十嵐さん、ジャンプの種類は6種類ですか？そうです。これはトリプルルッツ。ジャンプの種類には名前がついていることが多いですね。そうですね、踏み切り方の違いによって、飛び上がり方のその使うエッジの種類によって名前が変わります。はい、まあ、6種類ありまして、前向きに飛び上がるのはアクセルという名前のつくジャンプだけですね。アクセルパウルゼンジャンプ、ね、そうです。はい、中国の張樹賓選手でした。どうでしょう、終盤もう少し盛り上がってほしいなと思ったんですが。そうですね、全体的に見まして、ちょっとスピードがなかったように思います。はい、まあ、ただ非常に難度の高いですね、トリプルジャンプを含んだコンビネーション数多く入れてましたので、はい、まあ、そこそこいい評価にはつながると思います。これは1回、2回、3回転、これはトリプルルッツから 1,2 ダブルトーループジャンプですね。チャンさんの得点、テクニカルメリット、テクニカルメリット20点が出ます。 5.4 と 5.3、 なかなか高い得点が出ました。マーコーチャン、テクニカルメリット5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4。張樹賓選手のテクニカルポイントが出ました。 5.3 と 5.4 が並んでいます。続いてこちらはアーティスティックインプレッション芸術点、 5.0 から 5.2 まで7人のジャッジがいます。6点満点の採点、やや芸術点が低かった張樹賓選手、中国でした。2番藤井達也さん、日本。拍手に送られて日本の藤井達也が出てきました。明治大学の3年生、21歳です。ショートプログラムは7位。小川を中心に加納、藤井と今競り合ってますね。そうですね、彼がどれだけ追い上げるかですね。はい、トリプルルッツです。トリプルルッツ、曲はマラゲーニア、アランフェス交響曲、そしてグラナダと続きます。滑りは滑らかさに特徴がありますと言っていました。トリプルフリップです。3回転ジャンプ、そしてスピン。高いですね。はい、前向きに飛ぶのがアクセルと言います。2回転半、トリプルトーループ、これはトリプルサルコ、ダブルトーループコンビネーション。
トリプルダブルのジャンプコンビネーション。嬉しそうな顔してますね。そうですね。さあこの辺の緩やかな滑りが特徴かもしれません。アランフェス協奏曲。彼はあの日本の選手にしてはあの手の表情が豊かなんですね。 まあ、あと今度フリーレッグって言いますか、上がってる足使わない足ですね、はい、にも表情が出てくるともっと良くなると思います。スピンのコンビネーションどうでした？綺麗ですね、はい、グラナドに変わりました。トリプルトーループ、ダブルトーループ、きれいに決めました。トーループのトリプルダブル。トリプルサルコ。非常に乗ってきた感じですね。はい、最後はちょっと惜しかったですが、しかし藤井達也、日本いい演技でした。花束やプレゼントが投げ込まれています。今年は4月から半年間アメリカのロサンゼルスに行って十分に滑り込んできたという藤井達也。日増しに調子は良くなる方ですと言っていましたから、今日は良かったんでしょうね。そうですね、あの今朝の練習ではね、あの非常になんか調子が悪かったので、まあ、どうなるかと思いましたけれども、さすがに、まあ、立て直していい演技でしたね。ええ、これはトリプルループですね。2回、3回ちょっとバランス崩しましたが、よくこらえました。今のルッツのジャンプの特徴ってのはどんなところにありますか？そうですね、あの滑り込んできて、まあ、飛び上がる方向と体の回転の方が逆になりますので、はい、難しい。ずっと体が沈み込みますね。そうですね、はい、藤井さんの得点、テクニカルメリット、テクニカルメリットが出ます。 5.3、5.2、5.1、 中国の張選手よりもちょっと低めです。 5.2、5.2。 ただ彼の場合にはあの芸術点、アーティスティックインプレッションですか、はい、が、まあ、上がってくるんじゃないかと思います。そうですか、はい、このジャンプは、あ、ジャンプかどうか分かりませんが、アーティスティックインプレッション、これは3回転トーループからダブルトーループですね。コンビネーションです。芸術点、アーティスティックインプレッションは 5.0 から 5.4 まで。 5.0 を出したのはカナダの審判です。 5.4、5.3、5.0、5.2、5.3、5.1、5.3。 日本、藤井達也でした。3番、カート・ブラウニングさん、カナダ。 Number 3, Herb Browning. カナダの20歳の学生、カート・ブラウニング。はじめはアイスホッケーからスタートしたんですけれども、スケートが上手になるようにとフィギュアを始めました。
高いダブルアクセルです。前向きに飛ぶダブルアクセル、完全にゆとり持ってますね、はい、ショートプログラムは8人、第8位でした。トリプルルッツダブルトーループ、トリプルルッツダブルトーループのコンビネーションも見事にこなして、トリプルダブルだったんですが、はい、真ん中に入ってしまいましたね。そうですね、トリプルサルコダブルループ、これは素早いコンビネーションでした。曲は変わってセレブレーションフロムビリーザキッドとあります。トリプルループジャンプです。ジャンプは綺麗ですね。そうですね、ただ着氷した後にですね、ちょっと流れがないですね。ああそうですか、降りて同じ場所で止まってしまいますので、ちょっと評価としては分かれるところだと思います、はい。滑走時間4分半のちょうど半ばほど、4回転。目にも止まらぬ4回転という感じです。この大会では初めてですね。ダブルアクセルの連続です、はい、トリプルトーループ、カナダのカート・ブラウニングでした。170センチで63キロスラッとした体ですが、ダイエットは一切なしだそうです。ダイエット一切なしでこの体を維持できるのはいいですね。そうですね、特に女子の選手にとって羨ましいことだと思います。そうですよね。今のスローです。3回ですね。はい、練習では4回に挑戦しようと言っ
して4回転をやってましたね。やってましたね、ブラウンさんの得点テクニカルメリット 5.2 から 5.4 まで、ジャッジは日本、フランス、カナダ、中国、それからアメリカ、ソ連といいます。これはトリブからダブルですね、はい、これが芸術点 5.2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 
4番のソ連のアレクサンダー・ハデー・ロンコリさん、フランス。 Number 5, Philip Roncoli, France. ショートプログラムは第5位、フランスのフィリップ・ロンコリ、19歳の学生です。ヨーロッパ選手権では11位、 NHK 杯は初参加。どこが楽しみですか？そうですね、非常にスピードがあってですね、トリプルジャンプ、今ご覧になったようにトリプルがですね、非常に高いんですね、はい、これはダブルアクセルです。トリプルジャンプでアピールしたいと語っていたフィリップ・ロンコリ。あとジャンプスピンといいますか、ジャンプを飛んでから回るスピンですね、はい、これもやはり高さがありますね。そうですか、はい。トリプルサルコです。トリプルルッツ。4回目の3回転ジャンプ。この選手は非常に上半身がっしりした選手なんですが、優雅に見えますね。そうですね、膝足首が非常に深く曲がって、柔らかい感じが出ますね、はい。トーループ、ダブルトーループです。ジャンプコンビネーションはトーループ。
ダブルフリップダブルトーループです。ここにもコンビネーションジャンプ、今度はダブルでした。ダブルアクセルです。4分近くなって一番苦しいところでしょう。ベストロップ、3回転ジャンプを6つ入れてフランスのフィリップ・ロンコリ、最後まで力の衰えないスケーティングを見せました。学校ではコンピューターの勉強を続けているというんですが、できれば今調子のいいスケートをずっと続けていきたいと言っていました。スロー VTR、これはシロムさんになって、あ、バレージャンプから、はい、ロンコリさんの得点、テクニカルメリットダブルトールですね、はい、5.4、技術点テクニカルメリットが出ました。 5.5、5.3、5.4。今日のフリーの得点が非常に順位に影響しています。NHK 杯はコンパルソリーなし、ショートプログラムとこのフリーです。芸術点。フランスのフィリップ・ロー、フィリップ・ロンコリでした。6番アンジェロ・ダゴスティーノさん、アメリカ。大きな歓声が沸きました。ショートプログラム1位になっているアメリカのアンジェロ・ダゴスティーノ、1963年生まれ、23歳です。セントルイスブルースマーチ、インザムード、そしてその他2曲の曲をつなぎます。まずトリプルルッツ、トリプルトール、早くもトリプル2つ。朝から大変にリラックスしていました。見どころはどこでしょう。そうですね、やはりあの歯切れのいいステップと、それから表現力ですね、はい、表現力。トリプルフリップ、インザムードに変わってこの辺りからの表現力、綺麗なダブルアクセルですね。場内から手拍子、バレージャンプを織り込みながら、ハーレムノクターン。
なんか、はい、リラックスしてるみたいですね。そうですね。最後の曲はスイングスイングスイング、ここからまたジャンプが入るでしょうね。そうですね、最後の締めくくりですね、はい、アンジェロ・ダゴスティーノの演技でした。トリプルの数は比較的少なかったですね。そうですね、あの途中でトリプルジャンプがダブルになったところもありましたし、そうですか、ですから、まあ、中盤から後半にかけて、若干ちょっとあのペースダウンしたような感じのところもありましたね。自分の経歴にこの NHK 杯のタイトルが加わるとこんなに嬉しいことはないと言っていました。さあ、これはトリプルトーループですね。はい。Hi, how are you doing? Fine, fine. You seem to be pretty relaxed. I felt relaxed going into this. Few things in the program that I would have liked to really seen go better, but you know, I'm glad that it opened very good and I felt good about that.あの何箇所かもうちょっとあのうまくできたんじゃないかなと思うところあるんだけれども、それ以外のところはだいぶうまくいったと思うと話します。ダゴスティーノさんの得点、テクニカルメリット。目方アナウンサーのインタビューでしたが、テクニカルメリットが出ました。5.2 から 5.5 まで。5.5。ショートプログラム1位の選手のこのテクニカルメリットどうですか。テクニカルメリット。そうですね。ちょっと低い気がしますね。そうですね。はい。これは変形のフライングカメラスピンですね。ゲージ視点は高くなりました。 5.3 から 5.7 まで。3番ジャッジはカナダです。5番6番東ドイツアメリカのジャッジは 5.6 を出していました。 5.7 5.4 5.6 5.6 5.5。 アメリカアンジェロ・ダゴスティーノ。7番カノー・マコトさん、日本。 Number 7マコト・カノー・ジャパン。できれば3位入賞も狙いたい日本のカノー・マコト。ショートプログラムは4位、新世界より。今日はジャンプで勝負と言っていました。トリプルアクセル、難しいトリプルアクセル決めました。3回転半。トリプルルッツです。トリプルルッツも見事。
リプルトーループダブルトーループです。コンビネーションジャンプ最初は成功。トリプルフリップ、高いトリプルフリップ、今年の、はい、滑りを見てますと非常に安定してきましたね。はあ、ジャンプが飛べたり飛べなかったりという波が非常に少なくなって随分確実になってきました。ただやはり上位入賞を狙って昨日はよく狙わなかったと言っていました。スピンどうでしょう。いろいろな難しいポジション入れてますね。はい、きれいに決めました。さあ最後のまとめの部分に入ります。今まで4種類5つのトリプルジャンプを決めています。トリプルサルコです。5種類トリプルジャンプを決めました。今日はでも非常に調子がいいみたいですね。そうですね。ダブルアクセル、もう1回連続のダブルアクセル。この拍手でお分かりのように日本の加納誠、素晴らしい演技でした。この大会をステップに1月の全日本、そしてその後世界選手権に照準を合わせろと言っていました。ダブルアクセル、あ、トリプルアクセルですね。これは最初の部分ですね。一番最初のジャンプですね。これでも回りすぎてますね。どうですか。しかしこのジャンプで乗りましたね。そうですね。はい、五十嵐さんが採点すると今日のジャンプはどうですか。そうですね、今日はもう彼の練習から見てますと非常にいい出来だったと思うんで、はい、まあ、相当いい得点を上げたいなというふうに考えておりますけれども、彼のジャンプとしては満点に近いでしょう。そうですね、はい、ただあと表現力がですね、どう評価されるかということだと思います。今去年の出ました、テクニカルメリット、テクニカルメリット、お、採点が出ました。 5.7 から 5.8 もいます。5番ジャッジは東ドイツ 5.8、 これは高いですね。そうですね、かなり上位進出が狙えるようなこのテクニカルメリット。一番手前は小塚審判です。日本これが芸術点、芸術点がやや下がりましたが、それでも 5.4 から 5.7 まで。
これは可能、満足のいくジャンプです。イーグルの場面、これからループですね、トリプルループです。こういう張り方難しいでしょうね。難しいですね、はい、それと練習でもって不安定だったんで、やはり非常に嬉しかったんじゃないでしょうか、はい、8番スコット・ウィリアムズさん、アメリカ。ショートプログラム第2位につけているアメリカのスコット・ウィリアムズ、20歳の学生です。曲はその男ゾルバ。トリプルルッツ、ガッツポーズを見せました。今年全米2位の実力者です。高いダブルアクセルですね。この表現力はさすがですね。今年の世界選手権9位ですから、10位の小川マスルとライバルです。ジャンプコンビネーションはダブルでした。トリプルサルコ、ちょっとジャンプの高さが足らなくて、はい、回りきらなかったですね。うまいターンですね。トリプルサルコです。さあ、この辺でどれくらい観客を引っ張れるか。これは難しいスピンです。
いよいよ追い込みですね。はい、最後ダブルアクセル。大きくアピールしました。アメリカ、スコット・ウィリアムズ、一度転倒はありましたが、後半の見せ場、さすがです。まあ、あのプログラムの評価といいますと、途中で、まあ、あの転倒がありましてもね、はい、全体的にあのまとまればですね、さほど大きな減点にはつながらないわけですね。はい、まあ、そういう意味からすると非常にあの演技力のあるいい演技だったと思います。そうですね、これはルッツですね。ですね、はい、1回、2回、3回、ちょっとバランス崩しましたが、よくキープしてます。最初の部分です。Well, how do you think you've done? Please sit down. Oh, thank you. Catch my breath. Oh, sure. The technical merit was not there today. Mm-hmm. I just want to go home and work on it. You know, I have been trying to get ready quickly for this, and I'm pleased with the effort I gave, not with the result. But I want to. I want to really go work on it. Is that because you fell once? Well, I'll fall and then I missed a couple other jumps. さっきの転倒だけではなくてですね、あの他にもちょっと失敗した部分がいろいろあったので、もう少しこれから帰ってもっともっと一生懸命練習する、もう本当だったらもう少し力が出し切れたはずなんだというふうに話しています。根方アナウンサーのインタビューでしたが、目標は2月の全米選手権だと言っていました。これがアーティスティックインプレッション。 5.5、5.3、5.4、1.0.ともにやや本人にとっては不満でしょうね。そうですね、これはプログラムの中のステップですね。はい、非常に独創性のあるステップですね。アメリカのスコット・ウィリアムズ、まあ、2月の全米選手権を目標にしているというと、この時期はまだ作っている段階でしょうか。そうですね、まだ完全には仕上がってないと思います。はい、さて日本の小川雅が出てきました。日本ナンバー9、マサル小川、マサル小川、ジャパン。今日同僚の加納誠がいい演技を見せています。ショートプログラム3位、日本の小川雅、日大2年生の22歳。曲はアウトオブアメリカ。表情が硬そうですね。そうですか。そう、シングルになってしまいましたね。そうですね、はい、トリプルルッツ、片手をつきました。今度は決めています。どこかで気持ちを区切りをつけて整理しないといけないですね。そうですか。
リプルサルト、今のプレーでした。スピンがバランス崩れましたね。トリプル決まりました。練習では失敗してたので非常に気がかりだったと思います、はあ、トリプルフリップ、また手をつきました。ぜひとも追い込んでもらいたいですね、はい、アウトオブアフリカからカルメンに曲が変わっています。これはあの連続のバタフライ、彼の得意技ですね。ややジャンプにいつもの切れ味を欠いた日本の小川勝。今朝の練習から相当緊張していたようですね。そうですね、あの今朝の練習の最後の後半ですね、はい、から非常にあの膝が硬くなって緊張していたようで、そのまま試合になんかつながっちゃったようなところがありますね。今年の世界選手権で待望の10位、日本の代表枠を2人にしてくれたこの小川勝です。得点の発表が楽しみなんですが、これまでのところ日本の加納誠と今日のフリーでは一番高い得点を出してますね。そうですね、はい、さあこれは小川、これはサルコーですか、2回、3回ですね、はい、まあ、あの練習で非常にあの調子の悪かったところがありまして、それが試合のこのプログラムの中では決まってたんですけれども、はい、まあ、追い上げのプレッシャーと追い込まれるプレッシャーと2つあって非常に苦しかったと思います。はい、いかがでしたか。ちょっと緊張してらしたように見えたんですけれど。別にそんなことはないんですけど。どうですかご自分の今日の滑りは、感想として。小川さんの得点、ちょっと不満ですけども、どういう点が。 5.2、5.4、5.3、5.4、5.4、練習でミスしないジャンプをミスしまったんで、それが悔やまれます。続いてアーティスティックインプレッションの発表です。 5.6、5.3、5.3、5.3、5.4。 Artistic impression、明らかに本人はちょっと満足できないという感じのジャンプでしたね。そうですね、まあ、彼自身が一番辛いと思いますけれども、
まあ、しかしよく頑張ってくれました。これはこれはループに入る、あ、違いますね、これはあの途中のステップのところですね、はい、以上をもちまして男子シングル日本の小川勝、日大の歯学部の2年生、これがトリプルループですね。まだ相変わらず、まあ、自分の選んだ道とはいえやや練習時間が少ないのが残念だと本人言っておりました。日本の第一人者小川勝。引き続きましてリング内において男子シングルの表彰式を行いますのでしばらくお待ちください。 We'll have the award presentation medals and I'll be presented by 男子シングルの優勝は結局アメリカのダゴスティーノがショートプログラムのリードを守りました。優勝はアメリカのアンジェロ・ダゴスティーノ23歳。そして第2位に素晴らしいフリーを見せました。今日フリーでは参加者の中でトップの成績を収めた加納誠が第2位に入っています。 NHK 事業部長奥誠司さんより優勝者に NHK トロフィーが贈られます。そして第3位にはフランスのフィリップ・ロンコリが上がってきました。第3位はフランスのフィリップ・ロンコリ。ロンコリは今日フリーで3位の成績を収めて総合3位、優勝アメリカのダゴスティーノ、2位日本の加納誠と3位はフランスのフィリップ・ロンコリ。日本の小川勝は4位に落ちました。小川ショートプログラム3位だったんですが今日はフリーが4位で結局総合は4位。以下の結果は5位中国の張、6位アメリカのウィリアムズ、ショートプログラム2位のウィリアムズは6位に下がりました。7位がカナダのブラウリング、8位日本の藤井、今日棄権のパデーフという順になっています。国旗の掲揚を行います。In honor of the winners, the national flags are now to be hoisted. Would you please stand? 皆様、恐れ入りますが、ご起立の上、国旗掲揚台の方。これから国旗掲揚です。And here's the national anthem of USA. 五十嵐さん、はい。わずかの差で加納が優勝を逃したという感じですね。よくこのカゴスティーノが逃げ切りましたね。そうですね、あの加納選手もショートプログラムがですね、3位だったら逆転してたと思うんですね、はい、まあ、そういう意味で非常にそのショートプログラムの比重がありますので、まあ、失敗が許されないという意味でですね、プレッシャーかかってると思うんです、まあ、これに、まあ、ただ打ち勝って、はい、次のですね試合にはもっといい成績が収められることと信じてます。それにしてもこのダゴスティの実に見事な総合優勝、NHK 杯初参加で初優勝です。2位日本のこの加納、全員が1位のところに上がっていますが、左側に見えるのがフランスの3位に入ったロンコリです。サゴスティーノ23歳、 NHK 初優勝、 NHK 杯の初優勝です。Congratulations. How do you feel? I feel terrific. It was a good week of practice, and the show program last Friday night went really well. And today, I think it felt good. There's some things I need to work on, but I'm very happy. ショートプログラムの方もうまくいったし、今日もなかなかいい結果だったので、すごく嬉しく思うと話しています。It's first time you are participating in this NHK competition, right? Yeah. How do you feel? It's first time for you and winning in it. I think NHK has become one of the most important international competitions for the circuit of figure skating, and I'm very, very pleased to have won NHK competition. It means a lot to me and to the people back in the United States also.
NHK というのはすごく有名になっているあの大会ですし、それで初参加でこういうふうにこう勝つことができたというのはもう本当に嬉しく思うと話しています。 So what's coming next? I go back to the United States and in one week I have another competition in the United States and after that the US Nationals and hopefully Worlds. Does Calgary sound big to you? Calgary sounds very good to me. Okay, thanks a lot.これから帰って1週間後にまたアメリカで他の大会がありますし、またカルガリーもすごく大きな名前を持つけど、それに向けて